はい、こんにちは。コド法とかけまして、コネで就職と解きます。その心は、縁故が決め手でしょう。字幕出しませんので、漢字2つパッと思い浮かべてください。というわけで出すが、これは別にコド法でもドス法でも別にどっちでも構わない問題です。コド法じゃなきゃいけないのは、サインやコサインを微分するときだけなんですが、だけかどうかは、微分するときなんですが、これまさかサインやコサインを微分してっていうふうには、考えづらくてしょうがないん でよく見れば、まあ、サインとコサイン入れ替えても同じ式になるという対称な形してるんで、変数が2つあったんじゃ厄介だから変数は1つにまとめた方がいいでしょうということで、まあ掛け算と足し算があるような格好なんで、コサイン x プラスサイン x を t とでも置けば、掛け算も表せそうですよね。両辺2乗してあげればコス2乗 x 足す2コス x サイン x 足すサイン2乗 x が t 2乗で、これ1になりますからね。コス2乗とサイン2乗で1なんで、じゃあコス、これが知りたいから、じゃあコサイン x サイン x は t 2乗、これ1がこっち来て引く1で、で2がついてるから割ってあげればいいと。じゃあそしたらこの式全体が t で何らか表せそうですね。これってもここが3乗足す3乗なんで、2でくくってあげれば3乗足す3乗は足し算と、あと2乗足す2乗は1で、掛け算ももう表せてるんで、この式全体が、まあ、t で表せるでしょうということで、じゃあ y は2括弧で、じゃあ3乗足すコス x 足すサイン x 括弧コスの2乗マイナスコサインサイン足すサインの2乗なんで、でこれが t なんで、じゃあ 2t ですね。2t カッコ1引くこれ1引く2分の t 次乗引く1とが最初のこの部分で、次は3倍のこれなんで引く2分の3カッコ t 次乗引く1とマイナス3倍で、最後がマイナス3でくってやって t と。じゃあこれ整理してあげると、これ中分数計算すると2分の2足す1は3引く t 次乗なんで、 2t かけると2が約分されてマイナス t3 乗、これかけるこれと2分の3かけるんで 3t プラスで、でここにマイナス 3t があるからちょうど 3t とマイナス 3t です。 3t 消えるってことは、あとはこれだけですね。あとこれだけなんで、マイナス2分の 3t 以上プラス2分の3と、これが t で表した式です。 y を、じゃあこれの最大最小を求めればいいんですが、負のマイナス係数の3次関数だから、まあこう単純じゃなくて減っていく関数ですが、最大最小が出るってことは、要するに t に地域が定義域があるからで、もちろんそれはここから t の定義域が求まります。ということはどうしてかというと、サイン・コサインは、最高プラス1、最低マイナス1なんで、ここでまあ合成の公式使ってあげると、合成してルート2ですね。1たす1のルート。で、サイン、x、1、1なんで45度ですね。45度。まあ一応、コド法にしておきます。プラス4分の π と。なんで t は。t はこうなんで、t っていうのは、サインの最小値がマイナス1、最大値プラス1なんで、t は、マイナスルート2からルート2までの範囲しか取りませんと。じゃあ、この範囲において、この y の最大最小を求めましょうと。
ということで、じゃあ、まあ、微分して y ダッシュイコールマイナス 3t 事乗、これマイナスだったっけ、あ、これプラスだ、すみません、これプラスです、プラスなんで、すみません、プラス、まあ、これプラスですね、で、ここがマイナス、そうですね、ここプラスです、なんで、プラス微分して 3t と、なんでマイナス 3t でくくって t 引く1と、じゃあこれで、増減表を書いてあげると、これも意識して増減だ、マイナスルート2からで、0の時と1の時でルート2まで、で、マイナスの3次関数なんで減って増えて減ってですね、じゃあもうそれぞれの値全部必要となって、そこから最大値最小値を求めると、じゃあまずマイナスルート2の時はここにマイナスルート2代入するんで、マイナスはプラスです。2ルート2で、プラス2分の3。じゃねえ、ルート2代入するから、3です。プラス3、引く2分の3と。なんで、ここは2ルート2足す2分の3。で、0の時は楽ちんで、マイナス2分の3。で、1の時も楽か。1の時はマイナス1足す2分の3引く2分の3なんで、マイナス1と。で、これはいいや。で、ルート2の時は、マイナス2ルート2で2で約分されて、プラス3引く2分の3だから、マイナス2ルート2足す2分の3と。じゃあ、あとはこれ全部大きさ比べすればおしまいなんで、まず最大値からいきます。最大値。最大値はこっちか極大値のこっち。だから明らかにこっちマイナスなんで、こっちが最大ですね。これが最大と。なんで最大値マックスは、2ルート2プラス2分の3 でそれは x をいくつの時かっていうと、マイナスルート2になる時、すなわちこれがマイナス1、サインがマイナス1になるのは、270度の時だから、π で言うなら、x プラス4分の π が、4分の7π かな、一周が 2π だから、そのいいですね、そして x が、4分の、あ、じゃあ4分の2分の2分の 3π です、すいません、なんで、x は4分の6引く4分の 5π との時に、最大値と。で、最小値は、これとこれ。これマイナス 1.5。こっちは、マイナスルート8足す 1.5。マイナスルート8は、ルート8は、2. 点何とか、マイナス 2. 点何とか。で、1.5 足しちゃうから、こっちの方がちっちゃいですね。こっちの方がちっちゃいんで、最小値はマイナス2分の3。それは、0の時なんで、これが0。サインが0になるのは、π と 2π ですね。なんで、x プラス4分の π が、π の時か 2π の時なんで、x は、4分の 3π か、4分の、4分の 7π の時に最小値を取りますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。